はい、どうも、激辛マニアユッキーです。今回食べていくのは、悪魔の木村の、朝バーバージョン。悪魔の朝バーです。これ朝バーっていうのはこれ何なのかって、ちょっと分かんなかったんですけど、麻婆茄子の麻婆が、麻薬の朝っていうか、麻薬の朝？朝原翔子のあれかな。で、麻婆の棒の方が、バーさんとかのバーなので、悪魔の朝バー。いうらしいです。それでは。丼がなかったので、仕方なく、これを使います。それでは、混ぜて、もう出来上がってるんで、混ぜて、前の悪魔の木村の方は、どれぐらい辛かったっけな？忘れたんだけど、そんなに辛くなかったような気がするんだけど、ちょっとわかりません。いただきます。ちなみにこれは、悪魔的うまさが封じ込められたフリーズドライのでっかい具材となってて、麻婆豆腐のこの麻婆が、茄子がフリーズドライで入ってます。これ2色入りで、これ辛さレベルが5段階中の2らしいです。5段階中の2ね。でも2で、5段階中の2でこれだけ結構辛いですよ、わりかし。多分前の方が辛かったと思う。けど。前プロジェクト X の、カップラーメン。日清のカップヌードルあるじゃないですか。あれの話があって、見たんですけど。これ日清ですよね。日清だね。最初は日清ってすげえちっぽけな会社だったらしいんですよ。で、このチキンラーメンを開発して一躍有名になったんですけど、それをカップラーメンにするっていうか、その袋麺じゃなくて、カップラーメンにする。カップで食べられるように。外国人とかも、来て、なんだっけな。ちょっと忘れたんだけど。で、このフリーズドライ製法っていうのが、なかなか、厄介で、で、それにたどり着いて、で、エビが、カップヌードルのエビですよ。あれもフリーズドライなんだけど、あのエビの種類が、いろいろ試したんだけど、なかなかうまくいかない。色合いがやっぱ出ない。フリーズドライにすると色合いが
なんかまずそうな色になってしまうとか。うん。まあ、あとあれですね。どうやってカップに、ね、麺をあげるわけなんですけど、麺をあげて、その中にお湯ぶっ込んでも、中まで、この、チキンラーメンの麺って、揚げられるんです。油で揚げて作られるんだけど、その形状から言って、揚げても、そのカップに入る形状に、揚げてもね、中が生だったりっていうのが結構あったらしくて、でなかなか成功しなかったと。で、なんだっけな。うん、ちょっと忘れましたけどね。うん。まあ、そういうことです。うん。まあ、なかなか大変だと。結局。うん。なんだっけな。プロジェクト X 挑戦者たちっていう昔の、なんだろうな。風の中のスーバルです。あれ。地上の星。中島みゆきさんのね。あれが今、フジテレビの、オンデマンドっていう、無料、1ヶ月で無料体験できるやつがあるんですよ、確か。それで無料体験して、なぜか、NHK なのにね、あれ、なぜか、見れるんで、見た方がいいです。ドキュメンタリー全部で10個ぐらいあって、まあ10個ぐらいしかなかったんですけど、ああいうのって、30超えてからじゃないと面白くないんですよね。俺もガキの頃とか全然興味なかったんで、ドキュメンタリーよね。だから中学生とかさ、社会科のさ、授業とかでさ、なんかビデオ見せられんじゃん、ああいうの。全く興味がないんだよ。でも30くらい超えるとね、あ、すげえなーって、面白いなって思うようになるんですよ。なぜか。あれなんでなのかわかんないんですけど、まあそうだね。まあ社会に出ていろいろと体験しないとやっぱりその凄さはわかんないっていうか、うん。いろいろありました。その10個ぐらいあってね。旭山だったっけな。北海道の真ん中あたりにある動物園がすごいらしいです。一番北にある、動物園らしくて。でもあれは、もともとすごい、人気のない動物園だった。今だと考えられないほどに、まあ俺行ったことないんでわかんないですけど、今やもう超大人気のスーパー、
長蛇の列じゃねえや。もう人がむちゃくちゃいる。上野動物公園、上野動物園に比べても引けが取らないぐらいの人気らしいんですよ。で、その人気の秘訣っていうか、その、ね、どうして、どうやったらこう、そうなったのかって。一時期なんだっけな。キツネの媒介する、菌の、なんつったっけな。エキノコックスか。エキノコックスっていうのが流行って、で、それも動物から、まあ人間に移るっていう。ことで、また危機にね、苛まれるんですけれども。まあ、動物に移る上に人間にも移るんで。それでもう、閉園して、一旦、閉園して、で、動物たちを検査して、何もかかってないことが分かって、そんで、まあ、また開園したんですけれどね。あとは、名古屋の、シャチホコの乗った、名古屋城。まあ、これも行ったことないんですけども。あれを、再建なんだ。戦争で、シャチホコとかが、ほら、金だから、ね、取っ払われたり、なんか爆弾を落とされたりとかで、戦争中だから、いろいろぶっ壊されてですね。で、その城を、まあ、再建すると。いうときにどうやって、再建したのかと。あれ結構組が絡んできてるんですよね。なんとか狭間組とか。あ、絶対ヤクザでしょって思うんだけど、これ流していいんですかねっていう感じなんですよ。ヤクザの、狭間組っていう。だいたいほら、なんか建築関係のやつとかって結構飛び石とかって、やっぱヤクザみたいな人、暴力団でね、組が絡んでくるらしいんですよ。ちょっとわかんないですけどね。今だったらちょっとご法度なんじゃないかなと。テレビで普通に放送してましたから、NHK が、ね。よくわかんないな。狭間組がとかなんとか言ってよ。え？って思って。え？組？ヤクザじゃないの？で、俺思い出したんですけど、子供の頃、お祭りがあって、敵屋とかで、射的とかやって、なんか遊戯王のカードが当たったんですけど、完全にあれ、コピー品なんですよ。完璧にもう、ガキでもわかる。光り方とかも全然鈍いし、コピーなのに普通に堂々と、売ってたりしましたからね。ああいうの。まあ、祭り自体はやっぱりそういう組が、ヤクザが絡んでるっていうか、大体絡んでるから。だから、お店、出店の人たちって、あれ全員組らしいですか？組合員の、ヤクザの人たちみたいですからね。うん。
それを知って、ちょっと、行く気なくなりましたね。その後ね。なんか、そのことを知った後。うわぁ、マジでヤクザやってんのって。感じで。まあ、その子供の頃はよくわかんなかったですけどね。わかんなかったんで。高校生とか中学生ぐらいの時。普通にポッポ焼きとかね。新潟名産のポッポ焼き。絶対に新潟の出店ではポッポ焼きっていうのが売ってるんですけども。細長いね。蒸気パンですね。黒糖パン。そこらに売ってる黒糖パンとか、ああいうやつですね。あれが、こう、細長く、15センチとか、そんぐらいで、20センチぐらいかな。の大きさで、こう、筒状で、焼いて、だいたい売られるんですけど、だいたい300円で、10本で300円ですね。10本で300円。懐かしいですね。よくそれ食いながら、もう出来たての、食いながら、出店とか回ったりしてました、ね、友達と一緒に。ということで、こちらは、意外とこれ辛かったよ。悪魔の朝バー。これは、そうですね。結構ラー油が効いてて、わりかし辛かったんで、これはそうですね。辛さ度数30ぐらいで、30。ご視聴ありがとうございました。